チュマシュ語族は、アメリカ合衆国カリフォルニア州南部の太平洋岸、およびチャンネル諸島の島々に住んでいたチュマシュ族によって、かつて話されていた諸言語からなる小さな語族。現在はすべて死語になっている。チュマシュという語は、サンタクルス島、またはサンタロサ島の島民を意味する沿岸の言葉に由来する。チュマシュ語族の話者は、カリフォルニア州サンタバーバラ郡。 サンルイス・オビスポ軍、ベンチュラ軍、及びカーン軍に分布していた。西洋人との接触以前の人口の推定値は、学者によって大きく異なるが、1969年のチェスター・キングの地図では、すべて合わせて1700人から17250人の間としている。ヨーロッパ人で記録に残る限り最初に、現在のカリフォルニア州を訪れたフアン・ロドリゲス。 カブリリョは1542年から翌年にかけてチュマシュ族とあっている。チュマシュ語族を構成する言語のうち沿岸部の5種類はフランシスコ海の建てたミッションに従って名が付けられている。うちオビスペーニョ語は他の言語と音声、文法が大きく異なっていた。チャンネル諸島の3つの島で話されていたチュマシュ語族の言語を当初チュマシュ語というが 人々は1824年に内地に移された。内陸部でもチュマシュ語族の言語は話されていたが、資料がほとんど残っておらず、他の言語とどの程度異なっていたかはわからない。1965年にバルバレーニョ語の最後の話者が死亡して、チュマシュ語族の言語はすべて消滅した。イネセーニョ語、バルバレーニョ語、ベントゥレーニョ語に関しては、詳しい記録が残されている。 チュマシ語の形態音韻論の特徴に、詩音調和があり、視察音のエストが音韻的に区別されるにもかかわらず、一つの単語の中ではどちらか一方しか出てこない。同様の現象は、アサバスカ語族にも存在する。文法では、認証や、時性だけでなく、方向を表す複雑な説当時を発達させている。チュマシ語族と他の語族との系統的な関係は、 知られていない。19世紀以来、北に隣接するサリナごとの間に、親縁関係があるという主張があった。1913年に、ローランド・ディクソンとアルフレッド・エル・クローバーは両者を、まとめて、イスコムごと命名し、後に、他、第五族に含めた。しかし、現在では、他、第五族との親縁関係を否定する説が、有力である。ありがとうございます。